川渡り数センチの不信感が挙句の果て静脈も刺しちゃって病弱な愛が飛び出すもんでレスポールさえも狂気に変えてしまいました。ノーフィクション数学と理科は好きですが国語がどうもダメで嫌いでした。正しいのがどれか悩んでいりゃどれも不正解というオチでした。本日の宿題は無個性な僕のこと過不足ない不自由ない最近に生きていてでもどうして僕たちは時々にいや毎日悲しいって言うんだ寂しいって言うんだ。黒板のこの漢字が読めますか。あの子の心象は読めますか。その心を黒く染めたのはおい誰なんだよおい誰なんだよ。その場でこの式が解けますか。あの子の首の上も解けますか。僕たちこのまんまでいいんですか。おいどうすんだよもうどうだっていいや。いつまでたったって僕たちは存在な催眠に酔っていてどうしようもないくらいの強豪をずっとかくまっていたんだ。昨日の宿題は相変わらず解けないや過不足ない不自由ない最近に生きていてでもどうして僕たちの胸元の塊は消えたいって言うんだ死にたいって言うんだ。黒板のこの漢字が読めますか。あの子の心象は読めますか。その心を黒く染めたのはおい誰なんだよおい誰なんだよ。その場でこの式が解けますか。あの子の首の輪も解けますか。僕たちこのまんまでいいんですか。おいどうすんだよおいどうすんだよ。面積比の公式イメージ子供の時の夢はいい自分で笑っちゃったその夢すら遠くに捨てたのはおい誰なんだよ。もう知ってんだろいつになりゃ大人になれますか。そもそも大人とは一体全体なんですか。どなたに伺えばいいんですか。おいどうすんだよもうどうだっていいよ。どうだっていいや。